春風、涼しでございます。ということでね、今日は今テスト中のものをちょっとご紹介しようかなというふうに思います。まあテスト結果またね、いずれ動画にしますし、片一方の商品はプロニュースでもレビューしたいかと思います。ということでね、まず1個目なんですけども、えー、この間からあの楽しんで使っておりますですね、 えー、サムヤンのリマスタースリムですけれども、リマスタースリムがね、えー、やっぱりね、フードが欲しいわけですよ。フードがあるとかなりね、あのー、コントラストの低下を防げるので、まあ、コントラスト低下してもいい場面もあるんだけどね、なもので、えー、っと、フードつけたいんですけど、これまあラバーフードですね。ラバーフード。まあいろんな種類のがありますけども、まあなんでもいいかな。これちょっとまあ、 でっかめのラバーフードなんですけども、これはね、えっ、ー、と、52ミリの径のやつ使ってます。まあ49ミリでもいいんだけど、ステップアップでちょっとかさ上げしてます。で、えっ、ー、と、それとですね、ここに今、プロテクターを1個つけています。で、これはね、健康さんの、えっ、ー、と、ブラックミストプロテクター、あの、ほとんど影響の出ないミストの入ったね、プロテクターですけど、まあ僕気に入ってるんで、 ま、動画の時にはこれ。で、スチルの時はもっとくっきりさせたい時は、まあ、UV フィルターとかでいいかな。で、49mm のをはめてます。っていうのはね、直接ですね、ラバーフードつけたいんだけど、実は、直接こうやってつけちゃうとですね、つくはつくんですけどね、実はね、えー、っと、フォーカス群がですね、ギュッと下がった時にね、 当たっちゃうんだな、あのー、ステップアップリングがね。なもので、まあ、ギリギリ当たるか当たんないかのとこなんで、ギリギリやね、当たっ、当たってはいるんだよね。だから、糸巻いて少し浮かせればいいかな。ちょっとな、ステップアップの方がちょっと広いんでね。で、49mm のラバーフードでもいいんだけど、やっぱりこれも当たっちゃうんだよね、引っ込んだ時にね。なので、まあ、このステップアップリングは一応、エラーは出ないから、 まあいいかなって気はするんだけど、まあ、ちょっと、ちょっと怖いので、えー、プロテクターをはめてですね、これだと当たんないからね、プロテクターの方がちっちゃいからね。で、ステップアップつけて、<laughs> ステップアップつけて、で、ラバーフードつけてます。で まあこの状態だとね、今 21mm つけてるんだと、これは蹴られちゃうんで、ラバーフードは長さ変えられるので、まあこんな風にね、短くした状態でご撮影しております。まあこれはね、これで全然 OK。蹴られないですね。うん。大丈夫かなうん。うん。余裕あるね。あの、なので、まあこんな風にして使ってますね。で、これだと 21mm でもいけるから28ミリでも 32mm でも大丈夫ってことでございますのでね、まあこれが、 まあいいかなと。いう感じですね。で、もう一個ね。もう一個の商品なんですけども。まあこれもちょっとステップアップついてますけども。えー、これがですね、結構時計屋さんが、からこの間出たですね。一、えー、1枚6万円をするですね。えー、可変 ND。可変 ND。変わっていくよね。可変 ND ですけども。これをですね、ちょいと今、えっ、ー、と、ゲットしてですね、使って始めたんですけど。 いさすが6万円。いつもね、この動画見てくださる方は、まあ、この、はるかやすじさん、まあ、あんまりこの、可変 ND 使わないよと、あの、可変じゃない、固定のね、あの、ND をよく使ってるんですけども、まあ、それにしたってですよ、ND つけると、やっぱりね、色が変わっちゃったり、コントラストが変わったりするんですよ。特にね、可変 ND は、X ムラ、ね、こう、ビューとこう、 x 上の模様が見えてきちゃったりして、それから、まあ、あの、pl フィルターをこう2枚重ねて明るさ変えているので、どうしても pl 効果も出ちゃうんですね。で、 まあ、PL はね、入ってた方が俺は好きなんだけど、まあ、角度によってちょっとコントラストが変わってくるっていうところもありますよね。で、その辺がね、ちょっと可変 n d の使いにくいところなんですよね。なもので、この健康さんのですね、そういうのを極限まで抑えましたと、だから1枚6万円ですという、すげえ、すげえやつなんだけども。まあ、このテストしたね、詳細はですね、プロニュースの方で、えー、1週間後ぐらいかな。2週間後ぐらいかな。 あの、レビュー記事出しますけども、今のとこ今テストをし始めたとこなんだけど、まあ、1万円ぐらいの N、あの、可変 ND に比べると、圧倒的にいいです。ほとんどね、えー、付けてるときと外したときで、色は変わんないね。色変わんない。あの、びっくりするね。あの、ほぼニュートラル。若干、 でも変わんないなぁ、今、テス、あの、チャートを撮ったりしてですね、チャートどっかこれあるか、こういう、こういうチャートね、こういうチャートをですね、撮ってみてるんですけど、こういうやつね、あの、ほぼ変わんない、さすがだよね。どうしてもね、色がね、いろんあの、ものによって違うんですけど、他に持ってる僕1万円ちょいとの、 ND フィルター、可 ND なんだけど、まあそいつはね、ちょっとアンバーに転ぶかな。全体的に赤っぽくなっちゃうね。で、ホワイトバランス取りゃいいんじゃねえのって話なんだけど、やっぱりね、色かぶりってね、あの、全体が均一に転んでくれりゃまあいいんだけど、なんか特定の色が強くなったりとかですね、していくので、まあ、付けた時と外した時で画質が変わっちゃうよね。 なので、まあ、そこのところであんまりね、使いたくないんだけど、さすが6万円のは,は、裸で撮った時と入れた時で、ほぼ変わらないね。で、X 村はですね、まあ、これ、えっ、ー、と、この LD ね、結構広い範囲に、あの、可変してくれるんだけど、えっ、ー、と、一番ちっちゃいところで2倍、一絞りですね、一絞り。で、えー、7絞りまでありますから、えっ、ー、と、 2,4,8,16,32,64,128。128まで行くと、まあ、ほぼ、えー、表の空空、赤、あの、明るい空を撮っても、まあ、いわゆる動画で必要な、えー、シャッタースピード100の、100で、まあ、F2 ぐらいまで使えるかな。F2、8だったら、 もう空は飛ばないね。っていう感じなので、まあ最近の明るいレンズで、まあ F1 台だともう一絞り、空撮るんだったらね、もう一絞り欲しくはなるけど、まあ、普通の向きに撮ってる分には開放まで使えるね、これでね。で、他のね、そのこれだけ7段も絞れるやつだと、どうしてもね、最後の方はこう黒く、 あの、色ムラと光ムラが、こう、X 状に出てくるんだよね。特に端っこの方ね。端っこの方に出てきて。まあ、これはですね、健康さんのやつで、まあ、広角レンズで使えますよという、端の端まで大丈夫ですよっていうような ND フィルターなんだよね。で、これ、実は夏前ぐらいだったかな。あの、春イさん、ちょっとテスト版、ちょっと試してくださいって言われてやって、それはあんま良くなかったんで、全然良くないよってって突っ返したんだけど、あの、そっから、 ついに製品化が出てきたわけですけども、うわ、これはびっくり。何も言わずにちょろっと俺に使ってって言って健康さんぽくに送ってきたんだけど、いや、とっても6万円はたまげたって感じだけど、いや、まあこれ1枚あれば何でもいいね。で、一応サイズがですね、2サイズしかないです。77ミ、mm、リと82ミ、mm、リなので、 まあ、8 2ミリあれば、ほぼほとんどのレンズはカバーできるかな。で、まあ、こんな風にステップアップリングつけてますけども。で、これ、4 9ミリのステップアップなんで、先ほどの、えっ、ー、と、こいつ、えっ、ー、と、ここに一応1枚ね、えっ、ー、と、プロテクターかまさないと当たっちゃうんで、えー、プロテクターでちょっと、あら,ら下駄を履かせて、えー、この辺もね、えー、っと、よっこらせ。 まあ、水平にね、こうやって回さないと、フィルター怖いんでね、あんまり締めすぎると抜けなくなっちゃうしね。で、えっ、ー、と、ここに、えっ、ー、と、レバーが、レバーがありますね。ここのところにね。よっこしょ。これで、こういう風にね。で、レバーはですね、二方向ついて、あの、つけられます。あの、レバーがね、二本付属してるんで、まあ、両側つけててもいいかな。両側つけようかな、俺な。そうしよう。あの、という感じで、こういう風にですね、あの、使えるんですけども、 まあ、ちょっとね、この、このおちびちゃんレンズにですね、あの、こいつつけると、まあちょっと、すごいでっかくなっちゃった気がするけども。いや、これね、全然いいです。だから、これ、この、えっ、ー、と、一絞りから、えっ、ー、と、七絞り七段分でしょまであるから、あの、部屋の中でも、つけっぱなしでいいね。 今、これで、部屋の中、うち、僕のこの部屋の中だと、えー、っと、あれ、これ、よこれ動画モード。動画モードにすると、うん、ええー、ISO800、i s o 八百で撮れてますから、まあ、大抵のカメラは ISO800 ぐらいがベース感度ぐらいになってるから、いいんじゃないですかね、これね。で、とっても全然影響しないね、これ。ND が入ってるとは思えないし、PL が入ってる、 だけど、PL になってるわけだけど、どうかな。うん、まあ、多少は、多少は変更フィルターの感じは出るけど、そんなに強くはないね。多少は入ります。なので、ただまあ、いつもね、あのー、はるさんはこの、何 ?PL フィルターは、ハゲ隠しあ、でも変わんないわ。全然変わんねえ。 あの、PL 入れると、ハゲがこう、光らなくなるはずなんだけど、ほとんど変わんない。さすがだね。これだから、変光フィルターじゃない感じの、 あの、ND なんで、まあ、ちょっとお高いけど、これ1枚あったら、まあ、ま一生もの、まただちょっと、まあなんていうのかな、この ND 系って経年劣化してくるから、まあ、10年ぐらいはいけっかな、20年ぐらいはいけっかな、ぐらいな気はするけどね、まああんまり紫外線に当てないで。 あの、保管しとけば、まあ、ほぼ無限じゃないかと思いますけれども。まあ、そんな感じで、ちょっとこれ、テストした中身はまた、チャートいっぱい撮ってね、比べてんだけど、うわぁおぉご機嫌だよ、これ、ご機嫌。ご機嫌、ご機嫌。あの、うん。まあ、唯一ね、液晶画面撮った時に、液晶画面には変更フィルターが入ってくから、あの、ちょっとそこは色が変わるかな。うん。 どうかなうん、ちょっと変わると思うな。液晶によるんだけどね。うん、多少色は変わかね、液晶画面はね。まあ、それはしょうがないかな。っていう感じなんですけども、あの、まあ、写真をね、長くやっている諸君は、まあ、この、要するに、この、お高い健康、も健康やっぱ世界一だね、ND フィルターに関して言うとね、あの、 で、この可変 ND も、えー、何年前ぐらいかな、2010何年に、やっぱり6万円ぐらいで、もう強烈な、究極まで気合い入れたよっていうのが出たわけですよね。あの、そこから約十数年経って世代がいろいろ変わってきてんだけども、ここでもうガラスの技術や、あの、コーティングの技術が最高峰まで行って、で、この可変 ND を、 まあ、おじして出してきたという感じなんだけども、6万円だよね。すごいね。まあ、当時、その、6万円乗ってた時に、やっぱり風景写真屋さんなんかみんなこぞって、うわ、ほら、すごいっつって、買ってたわけですよね。で、まあ、ちょっと余談になるけど、まあ、ログ嫌いな春風鈴木さん的に言うと、ログ撮影する人たちってやっぱり感度が上がっちゃうからね、ログで撮影するとね、ND フィルター。 必ず入れなきゃいけないじゃないですか。で、そうなると、その、やっぱ安いね、ND が入ってると、可変 ND ね、安い可変 ND が入ってると、やっぱりね、おかしな色になってんだよ。で、それをなんかグレーディングで直して綺麗でしょみたいな、ね、言ってんだけど、俺的にはやっぱパッと見たら、このヘンテコ ND 入れやがって切った色だなって俺は思うんだけど、それを必死で直してんだけどさ。 まあ、それは無駄な話だと思いますよね。だから、まあ、プロの映画とかね、CM 撮ってる人たちで言えば、このぐらいの ND 使ってあげるとグレーディングがすげえ楽なんじゃねえかな、というふうには思いますけどね。まあ、それから最近のレンズやっぱり開放から使えるんだよね。だから、開放で使った方が面白いレンズはたくさんあるから、そういう意味でやっぱりこの1枚、このぐらいのサイズの、サイズきあの、性能のものが1個あると、まあ、 どのレンズ着ても、バチコイっていう感じがしますよね。なので、まあ、これはいいな。これはいい。だけど、まあ、ちょっと、春風涼子的な悩みとしては、うちでよく使う、まあ、あの、シネズームがですね、あの、ソニーのニッパチ135の電動ズームなんだけど、あいつが9 5ミリなんだよね。だから、あれ、 あ,のあれかな特注で 95mm って作ってもらったらいくらぐらいなんだろうね ?15 万とかかないくらぐらいで作ってくれるからね欲しいね、これ。高くても、1枚あったら全然違うよ、これ。安心して使えるからね。なので、まあ、その、ねえー、っと、シネズームの方は 95mm の ND64 とか32の単体をパコッとはめて、まあ、なんとなくやってんだけど、 まあただまああいつは解放で撮りたいレンズかっとそうでもないんだけどまあフルサイズで F4 だからまあまあボケるはボケるん、ね、だ開放でもねだからまあ6うん単体の64とか32があればまあこと済んでんだけど微妙なコントロールしたい時にはちょっと無理なんだよねやっぱりシャッタースピードで。 コントロールしなななくくちちゃゃいけなくなっちゃうから、ね、で逆にこれつけとくと例えば FX30 なんかも今あのシャッター改角度であの仕事ができるようになったからそうなるとほぼシャッタースピードって触らないまあこっちで言えば100分の1か50分の1かの2つしか使わないんでそれそれで対応するためにベストな感じで言うとこっちの方がいいよね。だから、まあ、外で撮る時に まあ空みたいなものがほとんど動かないようなシャッタースピード上げてもいいんだけどまあやっぱりこうカメラワークをまあジンバルに乗せたりとかっていうところでカメラワークが結構激しい場合でかつなおかつ映画みたいに 24p で撮んなきゃいけないってなるとどうしてもシャッタースピードそんなに上げたくない場面もあるんで まあ、その時にこれがあると楽圧倒的に楽 !ND どっちにするみたいな悩みがないからね。まあ、悩むつったって、3に使うか64入れるかぐらいの差でしかないけどね。まあ、それにしたって、結構色のあった ND フィルター用意しとかないと、やっぱり変わっちゃうからね。まあ、そんなとこもあってですよ。まあ、あいやーどうですかお客さん、6万円。はははは。6万円。 まあ、これを見て、まあ、本気の写真家さんたち、まあ、あの、プロの方、このチャンネル結構見てますけども、まあ、あの、旅するプーさんみたいなね、あっちこっちで風景やら星とか撮ってますみたいなおっちゃんには、ちょっとおすすめな、あの、高いけど、これ久しぶりに、久しぶりにやっぱ あの、広角メーカーが本気で作っとすげえなっていう、あの、ちょっと性能をただまだお店でできないのはあれなんですけども、1枚ぐらいやっとこうか、これとこれみたいな。ね、こんな、こんな感じなんですけども、あの、こっちが、あの、裸でしょでこれが、こいつでしょで、これが安い方でしょこんな違うわけですよ。こんな違うの。っていう感じなので、 あの、それもね、あの、レビューではですね、プロニュースのレビューではですね、すべての、すべてのこの調整域で、あの、色か、代わりがどのくらいあるか、まあ、ほぼないんだよ。こいつはほぼないんだけど、あの、安いのと比べてどういう風になっていくか、っていうのを、まあ、あの、ご覧いただき、いただこうかなというふうに思っておりますけれども。ということで、まあ、今日はですね、まあ、 あの、とにかくやっぱね、このね、あのー、リマスタースリームをですね、面白く使いたいっていうことで、ちょっとやっぱりね、いいレンズが来るとやっぱフィルターになっちゃうんだよね。やっぱフィルターでさらに使い勝手っていうかね、あの、性能を上げていこうみたいなとこがあるから、まあ、それをですね、ああ、これですよ。<laughs> これちょっとでっかくて笑っちゃうけど、笑っちゃうよね。 笑っちゃうけど、これいいです。<laughs> ということで、春風さんの、えー、今遊んでるもの、あの、必死でテストしてるものをご紹介してみました。ということで、春風鈴木さんでございました。